みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日のテーマは重さ。それではレッツサイエンス。同じ大きさのカップにじゃん、砂糖と小麦粉それぞれしっかり詰めてみたよ。この2つの重さはどうなるでしょうか。1番同じ、2番違う。さあどっちかな。それでは早速測ってみよう。まずは小麦粉。小麦粉は 50.54g。 次は砂糖の重さを測るよ。砂糖は 58.66g。 ということで正解は同じ大きさでも重さは違うでした。みんな他のものの重さも気になるよね。ということで私がよくお料理で使う白い粉を集めてみました。小麦粉、お砂糖、コーンスターチ、お塩。それでは問題。この中でどれが一番重いでしょうか。レッツサイエンス。まずは小麦粉を入れていきます。ぴったり同じ大きさになるようにすり切りをします。これむずい。反省、反省のスプーン。おー、砂糖いきます。コーンスターチだよ。最後お塩。それでは測っていくよ。まずは小麦粉。58.19g。 次は砂糖。 73.24g。 コーンスターチ。 46.43g。 最後にお塩。112.05g。 同じ大きさでも重さはバラバラでした。みんなもお家にあるものを測ってみてね。今日の実験楽しかった人はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回、バイバーイ。